元までちゃんとついてきて。ワン、ツー、スリー、ポーズ。はい。みんな、お疲れ様。まだまだ直すところは多いけど、形にはなってきたわね。うん、みんなの動きも合ってきたし、そろそろ新しいパートに入れそうだね。よし、早く次に行けるように、もっともっともっと頑張るぞ。みのりちゃん、やる気いっぱいね。じゃあ、明日の練習で今の曲をマスターできるように頑張ろうか。あー、ごめんなさい。この前言ったと思うけど、私、明日は予定があって来れないのよね。あ、そうだったね。それなら明日は私たちだけで、今日やったパートの復習をしておこうか。愛理ちゃんがびっくりしちゃうくらい踊れるようにならなきゃね。楽しみにしてるわね。でも、愛理ちゃんがお休みなんて珍しいわね。もしかしてご家族とお買い物とかかしら。家族とってわけじゃないけど、まあそんな感じよ。買い物に行くの。サキちゃんたちに教えながらお菓子を作るとなると、きっと作業には丸一日かかるでしょうしね。なんといってもバレンタインのサプライズ用だもの。私も気合い入れて頑張らなくちゃ。頑張った証拠だね。日が傾いて寒くなってきてるし、汗で体を冷やさないように気をつけて。早く暖かくした方がいいわね。風邪をひいたら大変よ。うん、二人とも心配してくれてありがとう。じゃあ、体が冷える前に着替えて帰りましょうか。この後はお菓子作りの材料の買い出しもあるし、後輩を寒い中待たせるわけにはいかないものね。そういえばね、愛理ちゃん。ん？どうしたの？ショッピングモールにある和菓子屋さんが2日間限定で特別な和菓子を出しているみたいなの。え？限定和菓子？うん。よかったらこの後一緒に食べに行かない？あ、ん？ごめん、この後もちょっと用事があるのよね。あ、みんなで楽しんできてちょうだい。そう、残念ね。予定があるなら仕方ないね。また次の機会に一緒に行こうか。ええ、ありがとう。そうしてくれると嬉しいわ。いちかとほなみはかなり良くなってる。やった。でもさきは曲に乗り切れてなかった。というか集中できてないんじゃない？あ？わ、さきちゃん何か悩み事とか？ううん、何でもないよ。昨日の夜好きな番組やってたから。ちょこっとだけ夜更かししちゃったんだ。そうだったんだ。今日はちゃんと寝なよ。うん、心配かけちゃってごめんね。さすがしほちゃん、鋭いな。そわそわしちゃってるのがバレてる。この後の愛理先輩たちとの買い出し、すっごく楽しみなんだもん。でも、集中しなきゃ。しほちゃん、次は気をつけるから、もう一回お願いします。わかった。ほなみ、カウントお願い。うん、じゃあ行くよ。ワン、ツー、スリー、フォー。みんな、お疲れ様。お疲れ様。それじゃあ、私はこれで。それとね、前も言ったけど、明日は用事があって、
練習来れないんだ。ああ、そうだったね。何かあるの？そう、家族で出かけるんだ。お兄ちゃんが行きたい場所があるからって。へえ、楽しそうだね。司さんが行きたいところだから、きっと変わった場所なんだろうな。お土産話を聞くのが楽しみだね。あはは、うん、みんなごめんね。その代わりサプライズで絶対に喜んでもらうから。じゃあ今日は先に帰るね。バイバイ。あ、バイバイ、気をつけてね。なんかすごく急いでたけど、さっきって今日バイトじゃないよね？違うと思うけど。さっきどうしたんだろう。練習が終わったら買い出しか。ウキ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 だね。バレンタイン、バレンタイン、サプライズ、今年もワンダフルにしちゃうぞ。そういえば次の公演はどうする？宣伝公演用にネタをストックしといた方がいいんじゃない？今やっているショーの公演期間も折り返しの頃合いだし、あん出しを始めるにはいいタイミングだね。うん、そうと決まれば早速意見交換でもしておくか。 M、 お前は何がいい？ね、お菓子のお家の。お菓子のお家？あ、じゃなくてお菓子のお家の話とかいいかなって。なんだ、お菓子なお家とは？可愛くて甘いやつ。お菓子、甘い、何それ？サプライズな感じの。わっ、サスペンスな感じの。サプライズってそういうことか。なるほどね。うん、よくわからんが、家が舞台で家族が登場するコメディ路線ということか？そう、そんな感じ。面白くって甘くって楽しいかななんてじゃあ次は普段とは違うスイートなショーにしようか。話の流れが全くわからんぞ。よし、本日はこれにて終了。今日もいい練習ができたな。終わった、終わった。じゃあ私ちょっと用事があるから先に帰るね。お疲れ様でした。みんなまたね。本当に今日は一体どうしたんだ、あいつは。いつものことじゃない。まあ、待っていればいいことがあるかもしれないね。待ち合わせ場所はショッピングモールのこっちだね。二人は、これで秘密のバレンタイン同盟集結ね。それじゃあ早速お菓子の材料を買いに行くとしましょうか。